もっち先生と学ぼうよ英文法第104回知覚同士講師はもっち先生こともちだ哲郎この動画は文法能力開発が制作しお届けしますはい皆さんこんにちはもちだです 今回は、視覚動詞のお話をします。はい、視覚動詞ということで、まず、視覚を表す動詞なんですが、s e e は特に意識していない行為を表すことが多いんですね。そして l o o k a t が意識的に目を向ける行為。さらに watch は注意深く見る。というふうな使い分け、この大まかな使い分けが3語の間にあります。 聴覚の方でいきますと、Here は特に意識していない行為で、Listen to の方が意識的に耳を傾ける。こちらもこのような大まかな使い分けがあります。まず、知覚動詞が取るパターンのうち、能動体の文を埋め込むものを見ていきましょう。名詞、動詞、名詞、原型ですね、これ。そうすると、これで s v o c と。 それから、名詞動詞名詞の後にイング形が来る形。この形も SVOC です。もちろん SVOC ですから、O と C との間には、意味上の主語と述語の関係が成り立ちます。はい、そこで早速、文が埋め込まれる形を見ていきましょう。まず進行形以外の能動体から。I watched 後に The Boy Jumped っていう文を埋め込んでみます。 でまず埋め込む文の基本辞典を削除しますので、I watched the boy jump という形になります。で、これはこのまま完成した文になります。I watched the boy jump ですね。そして私は少年が飛び跳ねるのを見たという日本語に対応します。で、出来事を表す文を埋め込んで知覚同士につなげていくわけで、埋め込み文の主語を見るの目的語に、 そして、術語の基本辞世を削除して、原型にして保護にします。で、この場合、出来事を始めから終わりまで見たことを表します。このため、瞬間的な行為や変化を表す動詞が使われることが多いです。ジャンプですね。はい。さあ、類例です。 We saw the house burst into flames. で、家が燃え上がるのを見ました。She had to listen to other people talk. 彼女は他の人たちの話に耳を傾けなければならなかった。He notice his son go out of the house. 彼は息子が家を出て行くのに気がつかなかった。 さあ次に進行形の文が埋め込まれる場合を見ていきましょう。Mark saw の後に A girl was running という文が埋め込まれると。で、ここでも基本辞制が削除されますので Mark saw a girl be running という仮の文がとりあえずできますがただこの B は削除されます。ですので Mark saw a girl running という形の文が出来上がります。 対応する日本語は、マークは少女が走っているのが見えた。で、ここで進行形の文を埋め込んで知覚同士につなげていくわけですが、埋め込み文の主語を見るのを目的語に、そして術語を基本事情を削除の上保護にします。はい。で、保護の B 現在分子の B は、この B ですね。 で、基本事性を表す役割を失いましたので、削除されて、現在分子だけが残ります。で、このパターンは、持続的な行為変化の途中です。途中であることを見たことを表しているというふうになります。さあ、例文。I looked at the girl playing the piano. もしくは、I watched the girl playing the piano. で、 私は少女がピアノを弾いているのを見た。We could hear the puppy scratching at the door. これで、子犬がドアをひっかいている音が聞こえた。I feel something moving in my sock.、えー、私は靴下の中で何かが動いているのを感じた。ちょっと気持ち悪いですね。えー、今度は自動体の分を埋め込む場合を見ていきましょう。 名詞動詞名詞の後に過去分詞が来る場合、これで SVOC です。それから、名詞動詞名詞の後に Being done, Being 過去分詞の来る形もありまして、これも SVOC と。で、OC の間にやはり意味上の集合と述語の関係が成り立ちます。さあ、まず進行形以外の自動体の文が埋め込まれる場合を見ていきましょう。 I have never seen の後に a dog is beaten in Japan が埋め込まれると。で、この場合も、えっ、ー、と、基本辞典が削除されますので、それで埋め込んでいくと、I have never seen a dog be beaten in Japan。で、この B はやはり削除されますので、そうすると、I have never seen a dog beaten in Japan こうなります。私は日本で犬がぶたれるのを見たことがない。 で、ここでは出来事を表す自動体の文が埋め込まれて、近く同士につながっていきます。で、埋め込み文の主語を見るのを目的語にして、述語、基本辞制を削除した上で保護にするわけですねで。そうすると B 格分子になるわけなんですが、この B は基本辞制を表す役割を失いましたので、削除されて過去分詞だけ残って保護になります。 このパターンは行為変化の完了を見たことを表しています。さあ、類例です。The writer listened to his work read. これで、その作家は自分の作品が読まれるのを聞いた。John felt himself lifted up. これで、ジョンは自分の体が持ち上げられるのを感じた。それで、his work was read. He was lifted up. という関係が隠れているわけです。さあ、今度進行形の自動端の文が埋め込まれる場合を見ていきます。We saw, not o n l the lion was being fed. こんな文を埋め込んでいきます。で、まず基本時制を削除しまして、それでは We saw the lion be being fed ですね。で、この B も削除されますので、 はい。削除されますと、We saw the lion being fed という文が出来上がります。私たちは、ライオンが餌をもらっているのを見たで。出来事を表す進行形の自動体、そういう文を埋め込んで、知覚同士につなげているわけです。で、埋め込み文の文の主語を見るのを目的語にして、述語を基本時制を削除した上で保護にします。 そうすると、B、B イング過去分子ができるわけですが、この B は基本時勢を表す役割を失ったので、やはり削除されます。で、B イング過去分子だけが方向として残ります。で、このパターンは、行為変化の途中を見たことを表します。さあ、類例です。 We can't do watch the rainforest being destroyed. これで熱帯雨林が破壊されていくのを見ているわけにはいかない。We can hear many different languages being spoken in these streets. 様々な言語がこうした街の中で話されているのを耳にする。 さあ、知覚投資の後がザットセスの場合と OC の場合どう違うのかっていうことなんですが、they saw that the dog went away っていう文と、they saw the dog go away。この文を比べてみましょう。1番は彼らは犬がいなくなったことに気がついた。2番は彼らは犬がいなくなるのを見た。うん、1番の方は犬がいを見たら犬がいなかったそれに。それに気づいたっていう状況の把握の仕方。 それに対して、2番の方は、犬がどこかに行ってしまうのを実際に目撃したわけです。2番の方はね。そういう違いがあります。一方、he felt that someone was listening to him. という文と、he felt someone listening to him. この違いはどうかと言いますと、彼は誰かが立ち聞きしている気がした。2番の方は、彼は誰かが立ち聞きしている気がした。 実はこの違いはあまり大きくないんですよ。ただ2番の方が圧音とか聞こえるなどの肉体的な知覚を元にしていることが多いんですね。ということで今回はここまで。次回は Find のお話をします。もっち先生と学ぼうよ英文法。 第104回、知覚同士おしまいです。次回お楽しみに。